さあ始まりました、アンコウツルフィッシング。はい、アンコウです。滝沢です。はい、今回が何デカサゴビン、まあ、旗を釣り、そうそう、旗釣りでいいのかな。うん、初の釣りになるね。旗狙いで行って、釣り屋でかいらしい。マハタとかアズキマス、あとでかいカサゴ、そのあたり狙いで、寝魚狙いで。俺はね、マハタ一回も釣ったことない。未だないだよな。未だない。お前なんだかんだ言って釣っとるよね、ちょいちょい。マハタ釣っとるね。行くのが丸まん。今回ね、仕掛けがね、もう普通にカサゴ釣るような胴付きだと思ったらさ、俺もそう思っとったけど、うん、天秤吹き流し、キサキじゃん。一番近いのはあのあれ、タチウオ。タチウオ、そうそう、タチウオみたい。吹き流しで舌を攻めるもんで、俺はもう経験で思ったよ、絶対根掛かりするぞ。イメージトレーニングはできとる。ということで、まあ初の釣りだけどやったりましょう。やったりましょう。もうどんだけ釣ったる。5匹釣れたらバッチリなんだよな。バッチリなんだよね。ね、うん、3匹ぐらい、旗はいいみたいだね。3匹ぐらい釣りたいかな。そんな感じだよね、うん、俺もそんぐらいかなってね。な、そうだ、一緒だ。よし、やっていこう。よし、行きましょう。なんだこれ。あれ、あ、根に入られた。マジか。さっき来たのでかかった。来たと思ったらそのままドラグ出てって根に入られたわ。どう？上がらん。ん？全然上がらん。上がらん。根に入られたかもしれない。入られた？行かれたか、やっぱ。もう諦めて切った？うん、もう無理だと思って。切れたか。すぐ根に入られてどうにもならんかったわ。うん、よ
れた。そこそこだけど今日の狙いにしては小さいな、これじゃ。この移動により、この移動によりあれだろ、こっから。おお、シルエットパサゴーケン。あれシルエットパサゴーケン。なんでシルエットセッター？どういうこと？そいつでちょうど最後か。いいなぁ。はい、お疲れ様。お疲れ様。あ、今回もダメだったな。いやぁ、つれんかったな、甘かったかな。せっかく釣れた貴重な俺、今日2匹で、その貴重な2匹のうちの1匹がハマチ釣れちゃったからね。散々釣ってきたね。まあ仕方ない、仕方ない、今日はちょっと仕方ない、うん、ちょっと最近振るわんでね。まあまたちょっとこっからね、次はねブリ勝負をしたいでね。そうだね、うん、まあ、ね、そう、それが終わってから来年になってね、まだやっとればもう一回挑戦したいかな。これは40、50の鳩をね、1匹ぐらいはね、釣ってみたいよね。釣ってみたいね。まあ、じゃあまたやろう。よし、また行こう。お、いいじゃん。